成功のタイムリミットオンライン講座受講生の皆さん、こんにちは。翻訳者兼ナビゲーターの染川です。今日からですね、なんと7回にわたりエクササイズをご提供していき、みんなで一緒にエクササイズを取り組んでいこうと、そういう企画がですね、素敵な企画が立ち上がりましたので、ぜひ、一緒にですね、この機会にワークをしてみてください。で、今日はですね、エクササイズの1つ目、価値観の優先順位をつけると。すでにですね、もしかしたらPDF をご用意いただいていると思いますので、そちら一緒にですね、読みながらやっていきたいと思います。価値観の優先順位をつけるというのはですね、本当に根幹に、人生においても最も大切なことになりますので、ぜひ今日のですね、ワークをしていただいて、そしてこれから始まる7回のワークもですね、全部これがですね、基本になりますので、一緒にやっていきましょう。ではですね、1つ目、この価値観を確定する13のカテゴリーのすべての質問に答えたら、価値観の優先順位を書き出すことができます。次の指示に従ってくださいと書いてある通り、今からご説明する13個の質問ですね、これに1つずつ答えていってください。で、この時ですね、ぜひお勧めしたいのがポストイットを使うということですね。付箋をご用意いただいて、1つの回答をですね、1つのポストイットに書いていく。で、これをペタペタペタと3つずつですね、答え書いていくことになりますので、貼っていくことでですね、この後全部ですね、グループ分けする過程がありますので、その時に非常に楽に、効率的、効果的にできますので、ぜひポストイットをご用意した上で取り組んでみてください。では早速質問に入ります。1番目の質問ですね、身近にあるものは何ですか。身近にあるものは何ですか。価値高いもの、あなたにとって大切なものというのは、やっぱりそばに置きたくなりますね。で、どうでもいいものっていうのはですね、物置にしまったりとか、もう捨てちゃったりとかですね、もう如実に現れるわけですね。なので、これですね、理想ではなくて現実を、もうデジカメでね、自分の普段過ごす写真で、お部屋だったりお仕事先だったりとかを撮っておいてですね、じゃあ何が自分のね、そばにあるのかっていうのを見てですね、客観的に見て書いていただければいいと思います。で、1つ目ですね、僕の場合は例えばもうパソコン、これはもう絶対肌身離せないですね、身近に置いてあります。で、それから本、そして iPod タッチですね、これはもうずっと僕は肌身離す持ってるんですけども、大切なのはですね、何のためにそのパソコンを使ってるのかという質問もぜひ、括弧してですね、書いてほしいんですね。例えば僕だったら今、成功のタイムリミットのオンライン講座、この書き込みのためにパソコンを使ってるんです。確かに Google でいろいろ調べたりとかしてるんですけども、もう間違いなくこのパソコンは書き込むために使ってます。それからですね、本、これもですね、ぜひあなたも具体的にしてください。本は何の本なのかと、僕にとってはやっぱりディマティーニの本がですね、一番身近にあって、トイレにもありますし、今にもありますし、そしてお布団のところにもありますね。なので、まあ3冊くらい持ってるんですけども、で、一方ですね、料理本とかですね、お掃除本とか、そういったのは全然読まないので、価値観が現れるので、ぜひ本は何の本なのか、ビジネスに関する本だったり、自己啓発の本だったり、あと宇宙論の本だとか、スピリチュアルな本だとかですね、そこまで括弧してですね、書いておいていただくと、後で素晴らしい役に立ちます。あと iPod たちもですね、なんで使ってるのか、僕は今だったら英語を聞くために使ってますので、そういった形で必ず括弧して、何のためなのかっていうのをですね、分かりにくい場合には書いてみてください。あと2つ目がですね、一日をどんな風に過ごしていますかと。で、一日をどんな風に過ごしていますか、これ時間の使い方ですね。で、これもう冷酷にですね、現実を書いてほしいんですね。例えば僕はですね、母親が大切ですなんてことを言ったりするんですけれども、これ言ってることとやってることを見たら、やってることが間違いなくあなたにとって大切なことです。母親が大切と言いながら、じゃあ私はいつお母さんとね、過ごしたかって言ったら、もう何年前のことなんだと、もう実家にね、帰ったことすら覚え出せないと。で、じゃあ電話してるのかって、電話もしてないですし、メールしてるか、いやメールもしてないんですね。じゃあ何やってるかって、タイムリミットのオンライン講座に書き込んでると。ということで、時間の使い方を見ればですね、どんなに世間的にですね、母親を大切にしなければとか思っててもですね、実際やってることを見れば大切にしていることが分かりますので、これもまた括弧してね、何のためにっていうのを書いていただく。あとは読書とかですね、そういったものを3つ書いてください。で、3つ目ですね、何をしているときに元気が出ますか。何をしているときに元気が出ますかってことですね。これやっぱ睡眠時間を削ってでもやりたいこととかをですね、ここに書いていただければと思います。で、4つ目ですね、何にお金を使っていますか。で、これはですね、やっぱり価値観に従ってお金どんどん流れていきますね。例えば僕だったらセミナーとかね、本題とかだったら、どんどんお金流れていきますね。あと5番目、きちんと整理がついていることは何ですか。きちんと整理ついていることは何ですか。これ物質的にもですね、あと情報的にもぜひ、見てください。例えば僕、お笑い番組がいつやってるかとか、そういった情報もね、きちんと整理できてます。価値が高いからですね。あとですね、スキルを積んでることは何ですか。
スキルを積んでいることは何ですか。僕だったらですね、今集中してやっているのは英語だったりとかですね、あなたにとって大切なことをですね、日々例えば5分でも時間取ったりして、ずっとね続けていることとかを見ていただければ分かりやすいかと思います。あと7番目、いつも頭の中にあるのは何ですか。いつも頭の中にあるのは何ですか。これですね、日々考えていることですね。大体人はですね、もうずっと頭の中でいろんなことを考えているって言われますけど、それはやっぱり価値が高いものですね。なのでここに3つ書き出してください。あと8番目、どんなビジョンを描いていますか。どんなビジョンを描いていますか。これはですね、心の目で見た映像のことだと思ってください。私ですと今思い描いているのはやっぱりワールドツアーっていうのが僕の夢なので、世界中でですね、各国の人たち、白人、黒人、アジア人、いろんな人を前に講演している姿であったりとか、あとですね、これ時間と空間のですね範囲において見えるビジョンってなかなかね違ったりします。僕がまだ会社員やってた時にはですね、やっぱり、今度あるプレゼンのこととかですね、だから札幌センターでどんなプレゼンしようかなとか、仙台センターでどんなとかですね、そういった感じであなたが思い描くことですね。でこれ価値観に応じて描くものって違いますので、例えば今度の合コンでね、どんな話したらウケるかなとかですね、そういったのを映像化している方もいらっしゃるかもしれませんね。なのでビジョンはあなたが心の目で見ている映像のことだと思ってください。で9番目、どんな独り言を言ってますか。これもですね、セルフトークって言ったりしますけれども、内側であなたがつぶやいている言葉ですね。でここにはですね、ぜひアファメーションとかも入れていただいていいですよ。アファメーションもですね、ドクター・ディマティニなんかではたくさん紹介してますけども、その中でもやっぱりツボに入るアファメーションって一人一人違うと思いますので、そのアファメーションとかそういったものをね好んで使ってるっていう形で、3つの中に入れていただいてもいいです。10番目、どんな話題が好きですか。僕もですね、やっぱり食べ物の話題とかあんまり興味ないんですよね。それよりも宇宙の真理とかディマティの話題とかだと目を輝かせて身を乗り出してね、だから価値高いものにはみんなキラキラさせていくし、価値低いものにはあくびしちゃってね、もう眠くなっちゃうっていうですね、だから正直に書いてみてください。で11番目、何に心を動かされるでしょうか。何に心を動かされるでしょうか。これもやっぱり感動ですね。心が震えるような、涙がこぼれるようなですね、例えば僕だったらやっぱり金八先生を見てね泣いたりするのは、やっぱり教育っていうものに、成長っていうものに価値を感じてるんだってことに気がついたりしましたので、あなたが感動した映画でもいいですし、漫画でもいいですし、音楽かもしれないですね。それがオリンピックの競技だったり、スポーツ選手がねやったプレーだったりするかもしれません。心動かされるものを書いてみてください。12番目、目標は何ですか。目標は何ですか。で価値が高いものに関しては立てた目標というのはどんどん実現していくものなんですよね。で価値低いものに関しては立てるだけでねうまくいかなかったりしますので、やっぱり実現しつつある目標、あるいは今まで立てて叶ってきた目標、こういったものを3つで、ね、ピックアップしてベスト3を書いてください。で13番目、最も学びたいと思うものは何ですか。最も学びたいと思うものは何ですか。人はね、誰もがこれ本当は学びたいと知的好奇心を持って生まれているのが人間ですから、で自分の学びたい分野ってそれぞれあります。例えばサッカーのことだったりね、野球のことだったりっていう方もいらっしゃれば、あとは料理のことだったりとかですね。だから一般的に言う学問っていうふうにねくくらないで、自分がもっともっと知りたいって思うものを3つピックアップしていただければと思います。本屋さんによく行く人はね、本屋のコーナーでどのコーナーに自分がね一番最初に行くかなとかですね、どの本屋のコーナー、ここだけは外せないっていうところを思い出していただければ。で本だけじゃなくても映像だったりビデオだったりね、テレビとかですね、僕だったらお笑いとかもねありますのでね、正直に書いていただければと思います。では早速ね、1番目から13番目の質問を挑戦ワークしてみてください。ではどうぞ。はい、それではですね、39個答えが出てきましたでしょうか。1番目から13番目ね、3つずつ答えを書き出しますと39個答えが出てきますので、これをですね、内容が似たもの同士を1つにまとめていきます。でまとまったら、この数の多いグループから順にトップ5までここに書き並べてくださいってことですね。で例えばですね、気に入った人と時間を過ごすとか、同僚と飲みに行く、友人とご飯っていうのでね、言葉を違っても実は同じグループに入る可能性がありますね。これですね、コツがありまして、先ほども少し触れましたけど、本はね、具体的に何を読んでるかさ、この宇宙とかですね、あとサイエンス、スピリチュアル、そういったもの、真理に触れられる話題が僕は大好きなんですよね。だからそういった系統の読書、好んでやってるんですけども、それなんでなんだろう、なんでなんだろうっていうのをですね、ぜひ5回を目安にですね、
んで自分がそれを好きなのか、なんで自分はね、これに心を動かされるのか、なんで自分はこの目標を立ててこれを実現しているのかっていうのをぜひなんでをね5回を目安に聞いてみてください。そして、出てきた答えを括弧にね、書くなり、あるいはノートに書き出してもいいんですけども、自分がねそのためにこれをやってるんだ、そのためにこれを身近に置いてるんだ、そのために自分はこれにお金を使ってるんだなどなどがきちんと分かればですね、実はグループ分けすごく簡単になります。で、人によってはですね、ゴルフに行くこととですね、本を読むことが実は同じになったりするんですね。で、これちょっと僕の下世話な例をね、させていただき、実はですね、エッチなビデオをね、見るのも結構ね、僕の中でこう出てきたわけなんですけども、恥ずかしい話、まあ全然恥ずかしくないですね。で、これ何に僕ね、くくられたかっていうと、実はですね、これ宇宙の真理を知るっていうところですね、グループに入ってきたんですね。面白いですよね。だから僕は何でかって言ったらこれエロスっていうですね、まあ、エロスって書いてあるんですけども、これはやっぱり物質的なものもね、やっぱり宇宙の真理を一つ表すもの、精神的なものだけではなくて物質的なこの肉体的なね本能的な欲望もひっくるめて僕は体験したいと思ってるわけですね。だからグループ分けした時にはですね、このエロスもですね、宇宙の真理を知る、探求する、学ぶっていうですねグループに入りました。ので、もちろんですね、人によってはこれ全然違うところに入るかもしれませんのでね、モテたいとかですね、それはもう人によって違いますので、正直に誰に見せるわけでもないので、自分に正直にグループ分けをしていただければと思います。で、ここに、1番からね、5番まで書き出してください。人によってはもう少ない方もいらっしゃるかもしれません。ドクター・ディマティーノの例からいきますと、ディマティーノはこれ4つしかないので、学ぶこと、教えること、そして書くことで旅すること、この4つに、ね、集約される場合もありますので、ぜひ、この、ね、上位5つ、人によっては6、7、8っていっちゃうかもしれませんけど、正直に書いていただければ大丈夫です。ということで、エクササイズ1、ここまででした。